昨年のティーチングプロ選手権の1位で、出場しました内藤選手に来てもらいました、日本プロの2日間いかがでしたか。そうですね、まあ、なかなかこういう、いいコンディションの中でゴルフができることもないので、まあ、2日間いろいろ勉強させてもらいながらラウンドしてきました。一番勉強になった点というのはどういうところでしょう。そうですね、やっぱりこういう厳しいセッティングの中でやることがなかなかないので、やっぱりそういう場面でこう必要とされるような技術を、まあ、自分が何を身につけなきゃいけないかっていうのを考えさせられる部分でしょうかね。今日一時、トータル1アンダーまで、スコア伸ばしましたが、その後どうだったんでしょう。まあ、その後3番でトリプルボギーを打って6、7、9とボギーを打ってしまったんですけども、まあそこまでが少しできすぎたような部分もあったのかなと、この上がりの7ホールで6オーバーしたというのが今の自分の実力なのかなというふうに思ってます。これがご自身のティーチングというところに参考になったことというのはありますか。そうですね、そういう、爪の甘いというか、自滅するようなゴルフを、しないような選手を、育てていければいいかなと思いますね。またこの大会出たいんでしょう多分。そうですね、また機会があればもちろんこういう、レベルの高い中でゴルフもしたいと思いますし、ただちょっと、自分には実力が不足してるなっていうのを痛感させられましたので、これからもティーチングとご自身のゴルフの方に頑張ってください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。